皆さんおはようございます。妙高220分と体重100キロの松原妙高です。昨日はですね、せがれがですね、彼女を連れて、帰省しました。一緒にですね、食事をして、別れたわけなんですけれども、結婚を前提にしてお付き合いしたいという方も一緒に見えたわけなんで、過酷なですね、私としてはですね、会になったように、一段と過酷になりまして、なかなかですね、お話が弾まなかったっていうような状況でございます。もともと過酷なね、私ですので、また女性アレルギーみたいなのがあってですね、嫌いではないんですけれども、ちょっと初対面の方とか綺麗な方とか可愛い方はですね、ちょっと苦手でして、なかなか目も合わせられないという状況でございました。なかなか本当に可愛いお嬢さんで、いろんなことはね、ここではおしゃべりしない方がいいと思いますので、この程度にしておきたいと思いますけれども、少なからずって言いますか、美味しいお酒をですね、頂戴したって言いますか、いただきました。なんか日本酒がね、好きだというようなことで、私日本酒はですね、あまり得意ではないと言った方がいいんですね。それは日本酒というとね、本当に、ね、奥深いものがありまして、語り尽くせば語り尽くせないほどいろんなストーリーが日本酒の場合ありますよね。例えば器にしてもですね、飲み口が、日本酒を飲む器っていうのはもうおちょこから始まってコップもあったり陶器もあったりですね、もういろいろあるわけですよ。で、なんていうんですか、口をつけるところがね、太いやつとかね、逆に薄いやつとか、金属であるとか、それによってですね、お酒の味も変わってくるというようなもんでございます。ましてやですね、中がシルバーで塗ってあったりとかですね、そんな高価な器ですとますますね、お酒が美味しくなるというような感じがしますね。ちょっとね、私もね、調子がいい時は2合ぐらいはでは楽しめるかと思うんですけれども、それ以上になるともう本当に悪酔いしちゃって、もう本当に体調が悪いっていうか受け付けない時には1号ぐらいでね、本当にアウトでございます。さあ、今日はそんなことでちょっと飲み過ぎた一日を過ごしております。それではまた明日よかったらお会いしましょう。失礼いたします。